丸め。お先ます。そうだ、言い忘れてたけど。マットメイトは弁当の中にいても爆発食らっちゃいます。ドア。アーカイブで浮いてます。秋風さん無理、藤宮さん無理、ネロちゃん無理。俺から拓哉さんに監視ローは出せないです。ほい、一応ミーティングの交流だけど、誰も脇かれた方がよくね、うん、あ、エンジンターン、宿舎ターン、アーカイブターン、キッチンターン、ゲンさんもアーカイブって言ってなかった。あ、私は 脇はメインです。あ、だよね、うん、メインがあるゲームメタから。おい。メインあるゲームメタ、アーカイブ慎太郎、貨物。藤風。貨物秋風。藤宮。藤秋。はいはい。半脇多いっすね。多いね。まあでも逆にアルマーカメタゲームのところはもうどっかが侵害しないと一旦無理だから、うんうん、一旦弾いて考えてみる。あれ、テールン直したの誰だっけ？僕、昇降機右で直してないんだけど。これもキッチンで直せてないっす。あ、藤宮さんが直してる。なんかあれ勝ち合ってなかった？一瞬そのふわってなってまたみたいな。どうだっけな、あ、また勝ち合ってんのかなって思ったんだけど、ない、そういうのなさそう。へえー、あ、うん、え、白取り合えるのが大なんだよ。藤秋と秋藤、うん、で、拓哉が、宿舎は聞いて金庫でタスクやった後にミーティング上がってってるんですけど、奥の方まで見て、ネロちゃんがボタンを上側で押してるのは一応見てはいるので、ネロちゃんに白出してます。うん、でスナパイさんがキッチンタンか。そうだね。いや僕正直ね、停電一瞬治ってまた暗くなった気がするから勝ち合いは発生してると思ってて、割と秋藤に陣外はあるかなって。多分俺が真ん中をね爆速で連打してたからだとは思う。あ、そうなの、うん、あ、まあその情報があるんだな、まあ、あんま関係ないからいいかな。爆速で連打ってなんだ。直すじゃない。遊んでたから、うん、まあ、なら別にって感じだな。はい。流れるかそれは。やばい、見つけた。わかんない、別に何でもありそうだな。でも私も自分が浮いてるがゆえに言うんですけど、慎太郎さんと私が多分二陣外セットじゃないと私はアーカイブで切れないかなと思いました。あ、そうですね、アーカイブはターン脇、まあ、僕ミスはもちろん保証できるんで、初動私が右に流れてるのはメタあるに見られてると思うんで、そもそもなんだけどさ、2人ともの死人がないからターン脇を疑うっていう思考がちょっと変かなと俺は感じてたけど、まあ、え、普通じゃない、うん、ターン脇ダブルが赤ってこと、赤ってインポスターってこと、あ、2人がかりで隠してるケース。そう。でもある。ワイはご主人様がわからん。自爆が怖い。ぐしゃ。ほい。ナイス。宿舎がネロちゃんで、エンジンがタクヤさん。あ、逆です。あ、逆か。ネロちゃんはボタンに直行と。オクタスクはやっちゃったけどね。停、う、電、んうん、になってたから上がった段階では。うんうん、でボタン連打。ボタン連打じゃない、終わってボタン押しに行ったって感じ。その時は手で開けてた。何も言えない。まあ原産が多分白で、うん、人外がそれにいない限りは。まあアルマギアカメとは周りが人外じゃないと切る一旦できないから、まあ、うん、基本的に死人隠しが絶対発生してるから。そうか、うんうん、3人分けあんま疑わんでいいね。いや、拓哉さんってネロちゃん弾くんなら基本スナパイさん人外にならない？ああ、はい、それは聞いてて思ってました。あっと1どこになるかな、スナパイさんだろうなと思ってるけど、あっと1どこだろうなって。うーん、慎太郎さん、源さんのところ、藤明疑わないの、拓哉さんって。藤明ってあのやりとりですか、カチカチのところ。
むしろ怪しい寄りな気がするんだけど、新様の情報が出てからのあれだから。真ん中言い訳としてはちょっと苦しすぎるけどね、人間が。正直言うと、いや、インポスターで真ん中ガチガチ連打っていう単語が出るかなっていうところで、僕は逆に白で取ってました、あの議論。だったら、拓也さん目線、スナパイさんの人外6になったら、もう新様が隠ししかもうないっすよ。あ、そう、藤明橋君だったら。いや、そうそう、だからさ、もうそこまで言うなら、今の段階で俺を釣ろう。スナパイさんは対抗はどこにします？ないないない、俺だけ単釣りで、西隊とか自爆魔とかの発生が出た時に、あの思考が更新するんじゃない？ニケルで白なら負けちゃいませんか？いや、だって俺反論材料ないんだもん、浮きだし、手でも見てないし。多分スナパイさんするなら配置でもう一釣りを絶対しないと。そうですね。でもこれを俺が黒で実釣り飲んで白要素だって後から言い出すんであれば、今釣って、今日釣らないなら俺を一生白置きしてください、無理なら釣って。怖え。まあスナッパイタクヤとかでいいんじゃない、ローラーは。まあライオンはないなら。ローラーは好まないです。自爆魔いるんで。まあ。うん、そもそもクルーだったら実利飲んじゃダメだから。多分スナッパイさん白で釣られた場合、自爆魔は自爆せずに。いやだから言ってるじゃん。白置きしてくださいって言ったの俺は。これはできませんよ誰も。うん。じゃあタン釣りで行こう。ではクルーが負けるだけなんで、もう一釣りはしますけどね。あ、するんだ。あ、するのか。スキップ入れちゃった。うん、スキップ入れちゃった。まだ精査したかった。ボタン。ボタンいきます。ここであれは言わん。祈り。速攻カメラがついたことで狂人生きてると思ってくれ。ああ。ああ。あれもこれ別に。どういう状況？ね、どれが自爆魔かは分かんないんだけど。富士宮赤メタとアーカイブから向かってって、俺距離取って歩いてたんだけど、うんうん、今4死体だよね。4死体だから、スナパイさん白かな、要するに。スナパイさんインポスターだったら自爆魔自爆できないから、うん、そうだよね。スナパイさん白で。マットメイトです、スキップします。カメラ壊しました、アドミンも壊しました。よろしくお願いします。終わった。わかるわけねえだろこんなのは。原産インポスターにかけて投票だ。いけ。あ、なんだこれ。いけ。弁当持ってます。頑張ってください。じゃあ扱えるか。やっぱ秋風さんかな。祈るのみ。じゃあ相川さんに入れます。原産に入れようよ。私に入れ、え、みんなどこに入れた？相川さん、私目線わかんないんだよな。しょうもない。ああ、なんで自撮りするんだ、別にいいだろ。いや、分かんなかったから、本当にワンチャンあるから怖くて。爆弾魔、本当に凶悪だな、これ。そう、ワンチャンある。いや、ネロワーチどっちか私視点分かんなかったから。確かに。ああ、そっかそっかそっか。藤宮さんが自爆してるケースなのか。私、タスク終わってなかったから、そう。牛焼きか、ネロとかにどっちもあるか。私、最後。逆だったな普通に。ナイス爆発。いやよかった。おいっぱい爆発する。僕
コミュに行きたくなかったもん。基本コミュが硬いっすよね。絶対爆発だと思って。